はい、どうも皆さん、こんにちは、ケビンです。はい、というわけで今回はプレミアリーグ第3節マンチェスターシティ戦のマッチレビューやっていきたいと思います。はい、というわけで結果から言いますと5対0での敗戦となりましたけども、今回の試合に関しては、本当にがっかりしたなというふうに思っております。はい、というわけで今回の注目したいポイント主に3つとなっております。まず1つ目、審判の一貫性についてということで、まあ昨シーズンからですね、本当にこうずっとアーセナル、まあ昨シーズンだけじゃないですけど、本当にこのずっとねアーセナルはこう審判に恵まれていないなというふうに思うわけなんですけども、と2失点目のねチェンバースの部分なんかはこう結構しっかり顔を殴られていたように、見えましたし、ジャカのファールの部分に関しても確かにこう足裏を見せて印象がねあまり良くないようには見えましたけども、ただこうボールにはしっかり行ってたようにも見えるので、ちょっとねあれでね一発退場っていうのもなかなか厳しいようには見えました。まあもちろんですね、この審判のせいにして、批判していれば、まあ、それが解決するっていう問題でもないんですけど、まあ特にね、あの昨シーズンから結構こう不可解な判定が特にアーセナルは多すぎるんじゃないかというふうに思いますし、今節のね、リバプールチェルシー戦でもこのリース・ジェームスのねレッドカードなんかも結構まあ物議を醸していましたけど、ああいう感じで結構ね、やっぱりプレミアの審判団の不可解な判定が多すぎるというような声もあるので、もう少しねリーグとしてこう一貫性を持ったこう判定を取ってほしいなというふうに思いますし、まあただこれからですねアーセナルがまあ審判団にまあ恵まれるっていうことはおそらくないので、ものすごく難しい部分ではあるんですけど、もう少しねこの一貫性を持った判定を取ってほしいかなというふうには思っています。さあ、というわけで2つ目はザルすぎる守備ということで、この試合ですね、5バックを使ってきましたけども、そもそも5バックを使う意味があるのかとこう疑問が出るくらい、ものすごくこのザルすぎる守備だったなというふうに思います。やはりそのクロスターに対してね簡単にクロスを上げさせすぎている部分でもありますし、まあ、特に1失点目のねギュンドアンのヘディングで決められたシーンなんかは、あんなこうお粗末な守備をして点を取られるっていうのに関しては、正直ね5バックであれやられちゃうと、まあ歩いてたとしてもねこうたまったもんじゃないだろうなというふうに思いますし、例えばですねチェルシー戦のねルカクみたいにもうフィジカルゴリゴリで、まあ、こいつにクロス上げられたらもう無理だろみたいないう選手にやられるなら、私もシティの前線は特には空中戦別に強くないじゃないですか。でなおかつギュンドアンにやられるってそんなことあるかとあの単純なクロスでね、あれでやられてしまうのはね本当に守備ざるすぎるだというふうに思ってしまうんですけど、まあこれに関してはまあアルテタにも僕は同情はしてまして、せっかくねあの守備ちょっと固めようと思って5バックで臨んだと思うんですけど、あんな簡単にやられてるようじゃねアルテタとしてもねもう計算外すぎるところだと思うので、ちょっとねもったいない守備だったなというふうに思います。でまあジャカがね退場した後も5バックのまま固めていたんですけど、結局5失点してますから、5バック続ける意味あんのかなっていうふうには思いましたし、まあ、固めるね意味すらない5バックを使ってるメリットが一つもないなというふうに思うので、いや5バック使うぐらいならせめてね2失点ぐらいでとどめとけよというふうには思いますし、まあ1人退場してから5バックで固めましたけど、結局そこからね3失点食らってますから、あそこでねブロックを固めた意味が全くなかったなというふうに思いました。さあ3つ目は試合の終わらせ方についてですね、まあ2つ目にもね話したんですけど、まあジャカが退場した後に完全にこの試合は終了したなというふうに思った方も多かったと思うんですけど、まあその後もね5バック続けて守備固めようとしたんですけど、まああまりにも簡単にやられすぎてしまっていたと、
ということで、もちろんですね、あの1人少ない状況で厳しいというのも分かりますし、得失点差がね、あの今後大事になってくるっていうのももちろん分かってはいるんですけど、あの守りに入る姿勢だけはちょっとどうしてもグーナーとしてはこう許せなかったなというふうには思ってて、やっぱりそのアーセナルってこのどんだけね、あの点を取られようともこう相手に対してこう引くことなくね、点を絶対にこう奪ってやるんだっていうような攻撃的な姿勢を取って点を取りに行くようなチームだと思ってたんですけど、まあその攻撃的なねスタイルこそがやっぱり僕たちの魅力だったじゃないかなというふうに僕はまあ思ってるんですけど、まあ昨日の試合ではほぼそういう姿勢が見えなかったですし、まあなんかどうしてもね、あの得失点差をどうにかしてこう抑えたいなというふうにこう気にしているようにしか見えなかったっていうのが、まあ僕個人としてはかなりがっかりした場面だったなというふうに思いますし、まあ何より今シーズンまだリーグ戦無得点ですよ。でクラブ史上初めてだというような情報もあるんですけど、本当にそれでいいのかというふうに、まあ僕は思ってまして、まあ今やっぱりアーセナルのファンになっている方のほとんどがやっぱりベンゲル監督がこう作り上げた魅力的で攻撃的なフットボールに魅せられてファンになっている方が多分ほとんどだと思うんですよ。特に日本人の方なんかはそうだと思うんですけど、だからこう意地でもね、まあ何点取られてもいいから絶対にこの点だけは取ってやるっていうような、そういう気持ちを見せてほしかったなというふうに僕は思いますし、変にねこの引いて守るよりそっちの方が攻撃的にいって意地でも点取ってやるっていう風にやった方がやっぱり次の試合にもこう繋がっていくっていう風には僕は思うんですよ。で、まあ2節のチェルシー戦では退場者がいなかったっていうのもあるんですけど、やっぱり後半からも結構ハイプレスかけて前から前から行ってたじゃないですか。あんなこうガチガチに、ま、守って何としてもこう守り切ってやるっていうようなそんな形取ってなかったじゃないですか。なんでそのまあ1人少ない状況ではありましたけど、前からね取りに行って絶対にゴール奪ってやるっていうような気持ちを見せてほしかったなというふうには思うんですけど、交代で入ってきたのがエルネニと、まあ、ナイルズが入ってきたりとかしたんですけど、あとまあラカゼットか入ってきたんですけど、まあ前線でね走れるマルティネッリ入れたりだとか、一本のロングパス出せるロコンが入れたりとかね、いろいろ形はあったと思うので、まあその入れた選手からしてもやっぱりこの守備に走れるような選手が入ってるので、まあその交代にもがっかりしましたし、その守ろうっていう姿勢に対してもまあちょっとこれに関しては僕もアルテタの考えはがっかりしたなというふうには思ってるので、まあちょっと点取りに行ってほしかったなっていうふうには思っています。さあというわけで今回はこの辺でマッチレビュー終わりにしたいと思うんですけども、まあ、この試合に関しては、まあ特にやっぱり試合内容を話すことはなかったですし、まあほぼほぼね、前半の、退場の場面で試合終了してたので、まあそこに関してまあ話す形になったんですけど、ただ、まあ試合立ち上がりとしては、非常に良かったなというふうに思いますし、フォーメーション的にも結構面白い形、アルテタ取ってきたなっていうふうに思ってたので、まあ、次のノリッチ戦であったりだとかバーンリー戦でちょっとこの方面見てみたいなっていうふうには思ったので、まあただちょっとね今回に関してはざるすぎるね守備とレッドカードによってやっぱり試合が壊れてしまったので、まあ次ちょっとこの方面でもう一回見てみたいなっていうふうには思っています。で今回に関しては、まあ僕はアルテタに同情はしていますので、まあ、ちょっとかわいそうだったなというふうには思っています。ただ、まあ、守りに入る姿勢に関してはちょっと共感はできないかなというふうには思っています。はい、というわけで、まあ、代表ウィーク明けに、まあ、ノリッチバーンリー戦っていうふうに続いていくんですけど、まあ、ここの試合でガブリエルだったりとかトーマス、あとベンホワイトあたりも戻ってくるんじゃないかなというふうに思ってるので、まあ、ここがこう正念場だと思いますし、まあ、アルテタとしてもここからやっぱり主力がいないからっていうようなそういう言い訳もできない状況にはなってくると思うので、
まあ、次の2試合かが、重要な試合になってくると僕は思っています。アルテタ、まあ、主力が戻ってきてアルテタがどういうサッカーをしたいのかっていうのをこう見てから判断するのがいいんじゃないかなというふうには思っております。はい、というわけで今回この辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もし動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録、コメント、高評価などよろしくお願いします。はい、というわけでまた次回の動画でお待ちしております。それではさようなら。